お休みの日どこに行きますか？はい、こんばんは、小室ゆりの夜サプリです。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し所八雲庵、琉球食系、名古屋のセラピストゆずき、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。そうなんですよ、お休みどこ行きます行くとこなんかいっぱいあるだろうって思うかもしれないんですけど、いざ休みだってなるとついどこにも行かなくなる。なんで休みだからどこか行くのではなく、どこかに行くことが休みになっている。はい、パーソナリティの小室ゆりです。今週もよろしくお願いします。あのね、 YouTube チャンネルを再始動させることになりまして、ありがとうございます。そして頑張ってる私、パチ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 。そうなんですよ、先日ね、 Facebook と Instagram、 ぜひ Instagram もフォローしといてね、 Instagram のリール動画で流しましたところ、楽しみにしてますねっていうお声をたくさんいただいて、再始動させたらですね、何かをこうエデュケーションするような内容ではなく、本当に Vlog、 私がビデオって言うといろいろモヤモヤするかな、はい映像を使ったログ、ブログのような日常生活に近いところの配信を動画にしていこうかなと思ってるので、楽しみにしててください。1回目はですね、お仕事の Vlog 配信します。神戸に行った時のですね、様子なんかも配信しておりますので、いつ頃かな、もう配信されてるかな、はい、配信されてると思います。ぜひインターネット検索お願いいたします。 YouTube に入っていただいて、コムユリ、 YouTube に入っていただいてコムユリ、ひらがなで検索をしていただくと、小室ゆりの YouTube チャンネル、小室ゆりチャンネル出てまいりますので、チャンネル登録と通知をオンにしてお待ちいただけますと幸いです。ご覧いただいたらいいね評価もいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。どこかに行かないと休みにならないタイプの小室ゆりはですね、久々に三浦半島の方に撮影のために行ってみました、ね、行ったら休みになるんですよ。だってまあ、撮影はしてますよ、パソコンも持って行きますよ、行きますけれども、空気が変わる、環境が変わる、いる人が変わる、それだけで今は結構リフレッシュできるなぁと思いますね。うん、東京から横浜横須賀道路を通って横須賀にワンタッチして、横須賀から葉山の方行って、で葉山からまた横浜横須賀道路を通って東京に戻るみたいな、そんなルート1日かけて撮影をしてきました。やっぱり海はいいですね。沖縄の海、東京の海、湘南の海、いろいろありますけれども、それぞれにまあ良さがあるなと。でも入るんだったら沖縄の海がいいですけどね、はい、ということで、小室ゆりの YouTube チャンネル、小室ゆりチャンネル、こちらぜひご登録、通知オン、そしていいね評価お願いしたいと思います。それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。今週はですね、アンダーヘア脱毛に関する情報が入ってまいりました。
あなたのパートナーがアンダーヘアの脱毛をしていたら、またはしたいと言ったらどう思います？この辺をですね、男性のご意見としていただいていると、こんなニュース入ってきたのでお届けしたいと思います。そして毎月3週目は女風サプリ、ご担当いただくのは名古屋のセラピストゆずきさんです。今月は女風セラピストさんを利用する時の料金体制、お話ししてくださるそうですよ。興味深いですね。このコーナーも大人気です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週は遊び方についてご鑑定くださいます。どんな遊びなんでしょうね。はい、小室由里が遊びって言うと、またすればもやもやするのかなって思いますね。はい、番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談お待ちしております。来週やりますよ。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。ご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をお願いいたします。たくさんの応援メッセージお待ちしております。私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。気になるサプリ、マイナビ子育てウェブからこんなニュースが入ってきました。女性パートナーの無駄毛、男性の7割以上が女性の無駄毛が気になった経験がある、 VIO 脱毛についてはどう感じる。これはですね、脱毛情報メディアウィル肌が行ったアンケート調査、男性500名に対して女性の無駄毛に関する調査を実施したそうなんです。うち男性の7割以上が女性の無駄毛が気になったと回答しているそうなんですね。この辺ちょっと深掘りしていこうかなと思います。今ね、こう VIO 脱毛とか当たり前になりましたからね、本当にこの20年何だったんだって思うぐらいですよ。いや、私事ですけれども、あの VIO じゃなくて、私は20年前、いや30年前ですね30年前に、脇の脱毛をすでにやってて、でその時がニードル脱毛って言って、毛穴の一つ一つに金の針を刺すんですよ。でその金の針から電流を流して毛根を焼くっていう、まあその20分30分ぐらいが鬼のように痛い、よく耐えたなって思えるぐらい本当に痛かったんですけれども、今ね技術が本当に進歩して、痛いって思ってもあのゴムパッチンでパチンってやられるぐらいが一瞬で終わるっていう、そんなね脱毛に変わっているので、痛みというところでは本当に軽減されてるよなと思うんですが、じゃあその女性の無駄毛ね、いつどんなタイミングで気になったのかというと、水着や薄着の時、これが23.4%、 そして次、これがですね性行為の時 19.4%、 気になったと言ってるんですね。腕を上げた時に脇毛が気になるとか、あと肌が見えたり触れ合ったりする時に無駄毛気になる、これチクチクするんですよ。分かってるんですよ。ちょっと今日ね手抜いちゃったなとか、そのつもりなかったっていう時にチクチクしてるの気づくのって、もちろんお相手の男性パートナーさんもそうだと思うんですけど、
自分も気にしてますからね、気にするし分かる感覚で。パートナー間だったらもちろんそれがパートナーとしてのセックスコミュニケーションへのモチベーションを維持するものだっていうのは分かってるんですけど、じゃあ無駄毛チクチクしちゃった時に萎えるんじゃなくて、いじりに変えてほしいっていうか、愛あるいじりに変えてほしいなっていうのは一個人として思いますね。もうじゃあすね毛にちょっとチクチク感じたら、そのすね毛にお肌ほっぺたスリスリしちゃうぐらい笑いに変えてほしいっていうのはめっちゃ思います。そしたら気にするんですけど、その気にするがネガティブじゃなくてポジティブな笑いに変わるじゃないですか。それぐらいの配慮はしてほしいなって思ってしまうのはダメでしょうか。はい、次いきます。じゃあどの部位のムダ毛が気になったか。脇 28.2%、 これがダントツですね。次に腕、すね、陰部となってます。いやー、こう見ると脇やっといてよかったな。なんで脇が気になるの。視覚的に一番気になる。あとね、この2番目の視覚的に脇はムダ毛が気になる、これが 27.6%、 まあ4分の1の方がね言ってるんですけど、次がねちょっとね物申したいかな。女性には毛は処理していてほしい、身だしなみを気にしない印象を受ける、これが 17.4% の男性がこう言っていると。物申したいっすよ。はい、なんでじゃあ男性はやらんのかと。もしご自身が脇毛を抜いてない、すね毛を抜いてない、デリケートゾーン VIO を何も処理していないにもかかわらず、女性には毛を処理していてほしいっていうのは、それは男女格差じゃないのって。自分がやってないことを相手に求めるのおかしくない。そこが性的興奮の対象だったとしても、じゃあまず自分からやりなさいよっていう話です。はい、まあわかるんですけどね、わかるんですけどね、こういうところにちょっと違和感を覚えてくるというのはもう時代の流れなんじゃないかなと思います。そして最後、正直なところ女性の VIO 脱毛についてどう思うか。1位は、これわがままじゃない、毛はある状態だが綺麗に整えていてほしい、 53.8%、 約半数。2番目が、完全に脱毛していてほしい、 29%。 そして何もしていてほしくないが 17.2% という結果になってますね。なんだかね、男の人ってわがままですね。まあわがままぐらいがちょうどいいのかもしれないですけれども、これからの時代ですよ、多様性の時代ですよ、男女平等と言われるのであればですよ、一緒に整えていくっていうのがいいんじゃないですか。以上です。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。
USB プロファイラーの下谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月3週目は叙風サプリ、ご担当いただくのは名古屋のセラピストゆずきさんです。今回2回目となりました。叙風を利用する料金、こちらをお話ししてくださるそうです。それではゆずきさん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。名古屋の女性向け風俗セラピストのゆずきです。最近経営者の紹介で夫婦のお悩み改善のために叙風の利用を考えていらっしゃる方とランチをしてきました。なかなか人に話せる悩みではないとお考えだったようで、ご相談者の方からありがとうと言っていただけました。僕は5年ほど風俗の業界に携わっているんですが、こんなに嬉しい気持ちになったのは初めてです。お力になれたことが素直に嬉しいと、そんな風に感じれる出来事でした。さて、そんな女性の悩みに寄り添う叙風サプリ、今回のテーマは叙風利用の価格帯についてです。男性との違いはあるのかなと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は男性とそんなに変わらないんです。料金は一番利用頻度の多いとされている2時間のコースで2万円程度、そこにホテル代が加わればおよそ2万3000円から2万5000円くらいの価格帯です。ですが叙風には男性向けの風俗にはないコースもあって、デートコースやカラオケコース、あとはドライブコースなど実際に行為をしない価格が低めのものもあります。いきなり会ってホテルへというのが不安な方には、一度お試しでデートをしてみて、お相手の方が相性が良さそうであればホテルへお呼びしてみるというのが安心かもしれません。ちなみに呼べる時間にはほぼ制限がありません。1日貸し切り、1週間貸し切り、中には1ヶ月貸し切りなど、お店とセラピストに相談は必要だと思いますが、そんな利用の仕方もできてしまいます。決してこちらの2時間のコースでも、お安い金額ではないと思います。それだけのお金をいただくわけですから、当然僕らセラピストもふさわしい対応をしなければという気持ちになります。少しずつ叙風を知っていって、自分なりの楽しみ方を見つけてくれれば嬉しいです。今週はここまで、ゆずきでした。ゆずきさんのお声を聞いてると、叙風利用もすごくハードルが低くなっていきそうですよね。エステ感覚で利用してみるのも悪くないのかなと感じてしまった小室でした。ゆずきさん、ありがとうございました。ゆずきさんへのお問い合わせはインターネット検索、名古屋ゆずき、名古屋ゆずきでお願いいたします。また X でも情報発信しておられます。踊れ踊れ私の占いサリリ、占い講座のリアルとオンラインの同時中継が大人気中です。占い癒し所薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。あなたにおすすめの遊びです。それではセクシーに遊んじゃうぞ。おひつじ座、ベーゴマが進化してベイブレードって言うのよね。ゴマが激しくぶつかり合って、刺激的。
お牛座。糸が伸びたり縮んだり、ヨーヨーも懐かしいわね。浮気したらおまんら許さんぜよ、なんてね。双子座。根強い人気のサバイバルゲーム、あなた自慢のマシンガンぶっぱなして。ガニ座。ルービックキューブも懐かしいわ。繊細な指先で恋のカラーを揃えてみてね。獅子座。けん玉って懐かしくない？真ん中の穴に棒を入れるのって難しいわよね。乙女座。今年は WBC や関西ダービーで野球がすごかったわ。野球盤でバットを振ってみたらすっきりしそうね。天秤座。刺激のない毎日でつまらないの？私との恋のゲームクリアしてみない？サソリ座。優しいあなたが好きよ。でもたまには王様ゲームで激しい命令も悪くないわ。いて座。クリスマスまでにはパートナーが欲しいじゃない？恋愛ゲームみたいに私を攻略してみてよ。ヤギ座。私があなたを好きなのは知っているでしょ？そんなに人狼ゲームみたいに私のことを試してるの？水亀座。スキンシップが足りないのよ。二人でツイスターゲームしてみない？魚座。知的な人って素敵よね。脱出ゲームみたいに恋の迷宮から一緒に逃げ出しましょう。占い癒し処やくも庵オーナー萩原やくも先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットやくも漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ。そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週4週目ですので、このコーナーです。妊活一言サプリ。小宝鍼灸師市毛真也先生が毎月素晴らしい情報を届けてくださっております。ぜひ楽しみに待っていてくださいね。24時間プロのカウンセラーに電話相談ができます。エキサイトお悩み相談室。こちら、もう今すぐ相談したいと思ったそこのあなたはお電話ください。また緊急じゃないけど時間をゆっくりかけてお話ししたいなと思ったそこのあなたは、男性の婚活恋愛をサポートするサイト、恋愛コーチによる1対1のサービスが受けられるノービオ、こちらのご相談も受けたまわっております。インターネット検索はノービオ小室ゆり、 NOVIO 小室ゆりで検索をお願いいたします。そしてですね、先週からお話ししておりますが、小室ゆり2024年卓上カレンダー、おかげさまで売れ行き好調です。現在のところ残り7部となりました。増刷をかけまして残り7部です。ご購入ご希望の方はお早めにお申し込みをお願いいたします。
小室ゆりの公式サイトからフレンドビレッジコミュニケーションズオンラインショップ、こちらのバナーをクリックしていただいて商品案内のページに入っていってください。あなたのご購入をお待ちしております。2024年も小室ゆりと一緒に時間を過ごしてくださると嬉しいです。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ八雲庵、琉球食系、名古屋のセラピストゆずき、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで嫌なわらばな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します、 FEC チューンの水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かいりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。誰かに何かをしてあげたい、何かをしてあげることができる存在になりたいという思いがどれだけ普遍的で切実なものなのかを、これから日本人は思い知ることになると思う。日本の小説家村上龍の名言です。誰かに何かをしてあげたいと思う気持ち、それが一番のギブだったりするんですよね。その気持ちを忘れずにいたいと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。欲しいから大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう、この想い恩返し。走り続けてた、気がつけば引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた、この想い届けたくて欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへ。